そうですね、俺はそれ言い過ぎかもしれないけど、戦前の人ってお目かけさんいっぱいいたんですよ。うん、見ましたね。それはね、まあ、中国もそうなんですけど、身を治めるっていうのは国を治める。国を治めるってことは、いろんな人と、その、ピースフルなね、アグリーメント結んで治める。だからやっぱり多分ね、戦前の人は言い過ぎかもしれませんけど、お目かけさんをたくさん作ったって。要するに自分が平等に愛するっていう。だから、個人主義じゃないんですよね。集団主義なんですよね。それがですね、昭和になってね、八公一中っていう考え方で、五族協和もね、満州の考え方もありましたように、あと、東南アジアにおける、その、なんだっけ、まあ、いろんな国をね、その、サポートしようという、共栄圏の話がありまして、大東亜共栄圏の話があって、大東亜共栄圏の話をすると、欧米人は、日本人の植民主義だって言うんですけど、僕はね、そうじゃないような気がするんですよね、最近。特にそう思ってきたんですね。儒学を勉強してからね、うん。日本人の集団主義でやっぱりね、日本人くらい、こう、なんていうかな、朝鮮は違うんですよ、うん。あれはね、初めて植民主義で、本当に悪いことしちゃったんですよね。だからそれが台湾でやっぱ悪いことしちゃったな。で、その後、いろいろ反省してね、うん、日本人としての本来の儒学的なね、発想に戻っていったんだと私は思うんですけど、要するに、その、組織的にね、要するに自分が、まあ、終身って自分が自分がっていうものを、自分を愛するっていうことは、自分が自分がってことじゃないだろうっていうふうなことですよね。そうすると、人に対しての思いやりとか、だから儒学の影響で日本人くらい世界、珍しい民族が世界にいないのは、占領っていう発想ないんですよ。うん。ただ、大東戦争でね、東南アジア、中国が戦争してましたから、これはもう明らかに残虐行為ですよね。ですけどね、東南アジアの国にはね、イギリス軍に勝ってシンガポール、ね、それからフィリピン、アメリカ軍に勝ってフィリピンがあるんであって、フィリピン人と戦ってるわけじゃないんですよね。だからね、東南アジア、どこに国に行っても現地の人ってのはね、に対して日本軍はですね、占領っていう発想はないんですよ。まあ、正信みたいにね、シンガポールの、中国人、金持ち全部殺せ、みたいな、まあ、ある意味ではちょっと狂気のね、狂気の、世界に彼が入って、まあね、頭すごく良かったんでしょうけど、正常な人間じゃなかったんでね、まあ、そういうふうなこと起こりましたけど、フィリピンも多少ありましたけど、でも基本的にはね、日本軍と日本人というのは、まあ、我々の先祖ですよね、やったのは、仲良くしようねっていう。ね。で、日本軍って結局終身って目を覚めてますから。まあ、中央大陸はもうすぐ戦争なんでね、殺し合いなんで。これはもう残虐そのものなんですけども、東南アジアの場合そうじゃなかったような気がするんですよね。だから大東亜共栄圏ってそういう発想が下敷きにあったじゃないですか。ああ、そうそう。だからそれはね、僕ね、やっぱり、欧米人と議論するときに、その大東戦争、大東戦争って禁区、慰安婦禁区になってますけどね、そんなバカな話はないんですよね。僕はだから前も三菱化学のね、グローバルミーティングで話をさせていただきましたけど、それはやっぱりエコノミストとかニューヨークタイムズにね、そのバイアスプレジャディスというか、バイアスかかった考え方を持ってるんですよね、欧米の子会社の社長がね。そのまんまでね、我々は本当に彼らと、その本当に、絶対的なトラストのね、リレーションシップを築けるのかっていうと、僕は築けないと思ってるんですよ。僕はそれを究極の僕の考えで、だから大東亜戦争とか、慰安婦の本も書いたんですけどね。そこは本当に、だから要するに、この文章の背後にある、欧米人にきちんと説明できるっていうことをね、やっぱり我々は、英語で勉強する必要がある。だから、あなたの会社にもそうで、社長にも言いましたけど、池田さんにもね。やっぱりその、アメリカでもどこでもその、海外事業展開しようとするね、会社は、やっぱり、今、塾で教えてるような英語の勉強の仕方、例えばこの儒学の勉強の仕方っていうこと。じゃあこれ一回で覚えるかっていうのは絶対覚えないんですよ、これ。二回も三回もやると覚えないんですけど、だからやっぱり二年三年かかるんですね。そういう意味での、マインドっていうか、すごく大事なんですね。で僕はよく言うんですよ、こんなこと言うんで、皆さん、僕の話聞いてる人はね、宇野先生、あなたってね、話し方がすごく下手ですよね、って言うんですよ。なんで今おっしゃったことをもっとね、メッセージ全面出さないですか、と。
ね、うん、前も言いましたけど、例えば、うちの学校っていうのは、海軍士官学校、ね、うん、人間を作る海軍士官学校、ね、いうことなんですよね。でもそれは人間を作る海軍士官学校って何なんですかって時に、まさしくここで言ってるようなことをね、言うんですけど、まあ、そういう意味では、うまくそれを表現できる能力が僕にあればね、運動塾に対する、もっと明確なメッセージを出せると思うんですけど、まあ、それが今、僕自身ね、閣下総用としているところですね。今、海さんと話をしていて、まあ、大東亜共栄圏っていう話っていうのは、もともと日本って、明治維新になった時に、二つの考えを持っていて、一つは西岸とかまで持っていた大アジア主義とかあったんですよ。中国とか朝鮮とか日本が組んで共通して欧米を弾き出そうという考え、これが大アジア主義があって、もう一つは大久保利通を持っていて、欧米の真似をして日本が朝鮮半島とか、まあ、他を全部こう植民地化していくことによって、欧米から守るんだっていう発想が二つあって、この二つの考え、日本の中でこう、戦いながらこう、やってきて、第二次世界戦に至ったと私は思っている。だから、大東亜共栄圏といっても、この、西郷隆盛に言って大アジア主義的な考え方もあるし、大久保利通を持っているような、こう、欧米的な植民主義の考えもあって、これが、スパッと綺麗に一個だけじゃなくて、両方がこう、偏在しながら、第二次世界戦やってしまったっていう、まあ、大東亜戦争をやったっていうのが実態なのかなと思います。ああ、なるほど。そうかもしれませんね。うん、だから、大東亜共栄圏もただ単純にね、うん、今言ったように大アジア主義に基づいてやったんですよ、うん、っていうことも言い切れなくて。辻みたいのは大久保利通系のやつで、うん、植民主義的な発想があってっていう。うん、植民主義的な発想もあったってことは多分、うん、あると思うんですね。うん、で、僕自身は儒学的な発想であればね、うん、大アジア主義に近い。うん、で、僕の考え方の背景には、うん、なぜ儒学を勉強しようとしたのかっていうと、うん、その背景にやっぱりまあ、以前のね、アメリカの外資系会社にいて、うん、アメリカ人が、とか、欧米人がね、うん、世界を制覇してる、うん。ビジネスの世界もそうなんですよ、未だにね。で、日本人がそれに対して、対抗できない。うん、だから会社の中でも対抗できない。うん、要するに彼らも、根から日本人を、そういう、まあ、ビジネスで尊敬してるものもあるかもしれませんけれども、考え方とか、人間性とか、哲学とか、文化とか言ったら日本を刺激してる。日本人はそれに対して、インフェリオリティっていうかね、劣等意識を持って、明治からずっと来たわけですよね。それを僕はですね、今度言語変わりますよね、来年から。日本人がやっぱり、日本人としての、プライドっていうかね、矜持を持ってね、世界と渡り合えるような、実は、ものを持ってるってことは実は分かったんですよ、2年間僕勉強して。で、2年間勉強した成果って何なのかって、実は、日本人ってすげえ民族だなってことが分かったんですよ。これ分かってる人って果たして何人日本にいるのかっていうのをですね。いやー、いないんじゃないですかね。で、よく皆さん政治家の方にもね、話すると日本の政治は悪いと。ね、それをよく知らん。あんた何考えてんの？こんな素晴らしいアメリカと比較してみなさいよと。全然いい国なんですよ。それがね、分かってないんですね。だから、日本人が今このまま行ったらね、その世界の中からこう孤立してるわけですよね。で、もともと儒学って金儲けでも名誉でも主義でもなくてね、徳だっていうわけでしょ。アリストテレスも言ってますけど、そういうふうなこう、アリストテレスの日常と日本の考え方は違うんですよ。ですけど、もっと日本人としてのね、なんていうかな、立派なんですよ。威厳持ってて。それがただね、残念なことにね、立派だったと言った方が正しいんですね。うん、